皆さんこんにちは、Bレジェンドソレラです。本日はBレジェンドプロテインキャラメルコーヒー風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。こちらのね、キャラメルコーヒー風味ですけれども、もちろんね、水で飲んでいただいても美味しいんですけど、牛乳であったりね、ブラックコーヒーなんかでね、割って飲むとね、より美味しさがね、際立つんじゃないかと思っております。お客様の声とかで、ね、よく書かれてるのが、某コーヒーショップのキャラメルふふふふみたいなね、感じになって非常に美味しいっていうね、声が多いフレーバーになっております。早速ね、飲んでいきたいと思います。Bレジェンドプロテインではね、お試しサイズのね、プロテインのパックを販売しております。まあ、いきなりね、飲んだことないのに1キロ買うのがね、ちょっとね、怖いなとかね、いう方は、こちらのね、一度ご購入いただいて、お口に合うかどうかお試しいただいて、飲めるなっていうのをね、確認してからね、こういう1キロパック買ってね、長く続けていただければね、いいんじゃないかと思います。このキャラメルコーヒーのね、お試しパックの他にもね、13種類お試しパックのフレーバー展開してるんで、ぜひね、お口に合うフレーバー見つけていただいて、長くビールジェンドプロテインをね、続けていただければ嬉しいなと思います。こちらのね、1キロパックのプロテインをご購入いただくと、Bレジェンドの方では、こちらのね、スプーンが一緒についてきます。こちらのね、スプーンをパウダーすり切って入れていただくと、だいたいまあ 30g 計量できるようになっておりまして、それをね、シェイクして飲んでいただくことで、タンパク質が 20g 取れる設計になっております。ぜひね、こちらご活用ください。プロテインなんですけれども、だいたい水ね、150ml から 300ml ぐらいの水でね、シェイクして飲んでくださいって書いてあるんですけど、味がね、濃いのがね、好きな方は水を減らして、ちょっとね、濃いのが苦手だっていう方は、水の量を増やしてあげると、味のね、濃さを調整できるんでね、そちらでね、調整して飲んであげてください。本日はね、お試しパックから飲んでいきたいと思います。本当にね、小ぶりなサイズで、出張とかね、旅行先とか外出先なんかにもね、非常に持っていきやすいサイズ感になってます。で、こちらのお試しパックにはね、切り取り線がついてるんで、もうハサミなどいらず、手で切って、お飲みいただけます。パウダーの感じ見ていただけますかね。こんな感じですね。一点他のフレーバーと違う部分があって、黒いね、つぶつぶみたいなのが入っております。これに関しましてね、コーヒーのね、パウダーであったり、キャラメルのね、パウダーになりますんで、安心してね、そのまま水に入れてお飲みください。非常にいい香りですね。よいしょ。で、蓋をね、反対に回してあげて、カチッといってから、しっかりと閉めてあげます。しっかり綺麗に溶けてますね。泡立ちもダマももうほとんどありません。で、パウダーに溶かすとね、コーヒーが入ってるからか、若干ね、茶色く色がね、変わりましたね。水に溶かすと、先ほどパウダーで変えた時よりね、よりね、キャラメルの感じであったり、コーヒーの風味がね、より際立って、非常にね、美味しそうですね。早速飲んでいきたいと思います。いただきます。早速いただきましたけれども、もう非常にね、美味しいですね。で、まあ、どんなね、ものにね、近いのかとこう言えば、まあ、先ほどもお伝えしたんですけれども、まあ、某コーヒーショップで飲むキャラメル、ふふふ。まあ、それにね、非常にね、近いんじゃないかなと思います。で、個人的にね、おすすめな飲み方なんですけど、僕はね、こう低脂肪乳で割って飲んだり、無糖のね、ブラックコーヒーをそのまま入れて、シェイクして飲んであげると、非常にね、美味しく召し上がれるんで、ぜひね、そういう飲み方してみてください。結構ね、朝ごはんとかね、間食の時とかね、コーヒー飲みたいなと思う時あるんですけど、まあそういった時はね、このキャラメルコーヒーと一緒に、牛乳で割ったり、水で割ったり、ブラックコーヒーで割ったりしてね、いろんな楽しみ方でね、飲めるフレーバーだと思います。で、こちらのキャラメルコーヒー風味に関しまして、コーヒーだということでカフェインが含有されております。こちらのねスプーンですり切って1杯飲んでいただいた場合ですけれども、1食あたりですねカフェインがね 4.1mg 摂取できることになります。カフェインアレルギーであったりカフェインを摂取したくないっていう場合はねご注意いただければと思います。こちらのねキャラメルコーヒー風味に関しまして星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しては星4とさせていただきます。飲んだ時に濃厚かつねカフェスイーツのようなね味わいをね感じることができました。酸味に関しまして星0となります。ほとんどね酸味は感じなかったんでもう0とさせていただきます。スッキリに関しましては星1となります。まあ、飲んだ後に濃厚なね、コーヒーのね、旨味であったりね、甘みね、感じることができました。スッキリに関してはね、星1つとなります。
クリーミーに関しましては星5つとさせていただきます。キャラメルコーヒーだけあってコーヒーのね旨味も感じながらキャラメルミルクのようなね濃厚なねクリーミーさをね感じることができました。クリーミー星5とさせていただきます。甘みが4、酸味が0、すっきりが1、クリーミーが星5とさせていただきます。ぜひねご購入の際検討のね材料にしていただければと思います。キャラメルコーヒー風味の栄養成分表示ですね。1食 29g あたりエネルギーが 114.8kcal、 タンパク質が 21.2g、 脂質が 1.7g、 炭水化物が 3.7g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 36.5mg、 ビタミン B6 が 0.9mg となります。先ほどもねお伝えさせていただきましたけれども、1食あたり、ね、カフェインが 4.1mg 摂取できる形となります。プロテインね初心者の方なんかにも、ね、飲み始めとしてはね非常に飲みやすいフレーバーになってるんじゃないかと思います。非常にね多くのお客様からお褒めの言葉をいただけているフレーバーの一つであると思っております。濃厚カフェスイーツプロテインですね。ぜひ一度お試しいただければ嬉しいです。商品ページに飛ぶね URL、 こちらね動画の概要欄の方に貼り付けておきます。ぜひねそちらからお買い求めいただければ嬉しいです。一度ね試したいわっていう方はねこちらのねお試しパックぜひ試してみてください。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。